ははい皆さんこんこにちは通訳案内士の横山と申します、えー、今回は日本歴史の室町幕府を見ていきたいと思います、えー、室町幕府の流れを通して、ね、見ていきたいと思うんですが、えー、1338年に足利尊氏が征夷大将軍に就任します、えー、1342年に、えー、現にです、ね、天龍寺戦を派遣します えー、天龍寺というのはですね、あのー、京都の嵐山の近くにあるお寺ですけども、あのー、足利尊氏がですね、えー、後醍醐天皇を弔うためにですね、えーまあ、こんあの建てたね、まあ、お寺なんですがその天隆寺を、ねまあ、その建てるにあたってお金が必要であるとでお金がね、えーがまあ、資金をですね、まあ、集めるためにその船をですね、まあ、中国に派遣したわけですね、えー、それを天龍寺船というふうに呼んでいます。 えー、1368年に、周元尚がですね、えー、中国で明を建国します。1378年ですね、3、え、代、ー、将軍足利義満が室町殿、えーまあ、花の御所とも言うんですけども、そこに移転します。えー、花の御所というのはですね、あのーまあ、たくさんの花を植えていたので、まあ、花の御所って言うんですけども、 えーまあ、室町殿とも言いますねで。室町幕府とか室町時代というですねその室町というのは、まあ、京都の地名なんですけども、まあ、ここから来てるわけですね。1390 13年,、ね、13年に、えー、時安行、えー、この人は美濃とか尾張とか伊勢の守護だったんですけども、まあ、有力な守護だったんですが、その人が乱を起こしたんですが鎮圧します。 1391年に明徳の乱ですね、山名氏清があ、まあ、乱を起こすんですが、廃止します。山名氏清っていうのはですね、まあ、山梨の人なんですけども、山梨というのは、えー、6分の1殿と言われるほど、まあ、要するに6分の1ですよね、えー、ぐらい、まあその、日本の6分の1ぐらいですね、土地を、まあそのえー、その持ってるというぐらいですね、まあ、有力な人だったんですが、 えー、有力なね、まあ士族だったんですけども、山梨を、まあ、打ち破ると。えー、1392年ですね、南北朝が合体し、まあ南北にね、北朝と南朝に分かれてましたけども、まあ合体することになります。えー、1390年に李成慶がですね、えー、李氏朝鮮を建国します。えー、1399年ですね、応栄の乱が起こり、守護大名、守護のですね、守護の大内義弘が廃止します。 えー、1401年に足利義満は、あ生死ですね。僧、えー、の僧侶。まあ、お坊さんの僧和さんですね。えー、副師として博多商人の小泉ですね。これ、肥料の筆と礼富って書いて、小泉って言うんですけども、小泉さんをまあ民に犬視したと、使いに渡しい行ってもらったわけですね。えー、1404年に日民貿易ですね。えー、日民貿易というのは、官合府というですね。 えー、札を使ったので、まあ、官合貿易とも言うんですが、官合貿易が開始されます。えー、1432年に大江の外交ですね。大、えー、江の外交というのは、李氏朝鮮がですね、えー、その和光、つまり海賊のですね、えー、和光が、その対馬を拠点にしていると見なしてですね、対馬を攻撃したわけですね。えー、1428年に清朝の特性一揆。えー、で、1429年に昭和氏がですね、 えー、王国国を建国します1438年に影響の乱が起きて、えー、鎌倉久保のですね、えー、足利持ち主が、まあ、結局ね、自害するということになります。えー、1440年ですね、有機合戦ということで、有機ってのはですね、あのー、茨城の有機紬がある、ねね、ところですね、有機合戦ですね。えー、141年に加月の乱が起き、えー、赤松光介ですね、赤松光助が足利将軍義則をです、ね、暗殺するというですね、 まあ非常にこうショッキングなね出来事ができたおき起きたわけですね。まあ、将軍が暗殺されるというのはね、まあ,あ、まあ、ね、あのーまあ、ことなんですけども、まあ、赤松光助もですね、えー、すぐ幕府軍に、ねまあ、殺されちゃうんですけどね、えー、まあそういった事件があったと。1455年にです、ね、足利重氏がですね、えー、下佐の古賀にですね、敗、ま、走、あ、し、で、古河久保ていうのをね、建てるわけですね。 で古学坊っていうのは、要するに、その、まあ、関東におけるですね、その、まあ、その、まあ、政治機関ですよね。1457年に、今度はね、えー、足利あ正友ですね、正友が伊豆堀越を拠点に、えー、堀越久保っていうのをね、えー、作ると、えー。ですから、まあ、関東にはね、古学坊と堀越久保っていうのはね、えー、まあ、その、 独立したですね、そういったその政治組織、政治機関がね、まあ、できるわけですね。1167、えー、年に、えー、応仁の乱ですね。えーまあ、応仁の乱というのはですね、えー、約10年間にわたって続くわけですが、まあ、これによってですね、えー、京都が焼け野原になってしまうと、ですから、まあ、たくさんのですね、神社仏閣等がね、まあ、この王仁の乱に燃えてしまってはいるんですけどね。 大仁、えー、の乱によってですね、まあ、戦国時代にまあ突入していくという流れになります。えー、1185年に山城の国一揆が起こり、えー、山畑山市を、ねまあ、撤退させるわけですね。えー、それによって、まあ、自治が行われると。1188年に加賀の一向一揆が起こると。一向一揆というのはまあ一向州ですね。浄土真宗の信徒が起こす一揆ですね。 えー、1510年に三歩の乱と。三歩の乱というのはね、これ三浦って書いて三歩っていうんですが、その朝鮮半島でですね、三、まあ、つのそのポですね、その三つのその港が開港されて開かれてたわけですね。でそこで日本人がまあ住んでたんですけども、その日本人の居留民が暴動を起こしたのが三歩の乱。えー、1523年に忍法の乱ですね。忍法というのは中国の都市の名前なんですけども、忍、まあ、法でですね、 えー、大内と細川氏が看護貿易をも、まあ、巡って争っていまして、えー、大内氏がね、細川氏の船とか燃やしちゃうわけですね。えー、ですが、まあ、結局大内氏が勝利して、えー、それ以後ですね、貿易を独占するということになります。まあ、大内氏がね、滅んだらまあその貿易がね、もう終わってしまうんですけども、<laughs> まあそういった覇権争いですね、があったと。 1536年に天文法権の乱ということで、延暦寺の宗とかですね、その法華宗ですね、つまりその日蓮宗の陣をまあ襲撃したということになります。1568年に織田信長が足利義昭を報じて入居したと、上洛したわけですね、京都に入ってきた。ですが、1573年に今度は信長は、 その報じたですね、義明さんを今度は逆に追放してしまうと、それによって室町幕府は滅亡するということで、1573年に室町幕府は終わるということですね。ではですね、室町幕府の機構ですね、仕組みをちょっと見ていきたいんですが、まず中央機関ですね、トップには将軍がいますよと。 その下に慣例ということで、将軍の補佐をしたり、侍どころ、万どころなどの中央機関を統括して、諸国の守護に、まあ、その将軍の、ね、命令を伝達する、伝達するですねまあ、そういった機関がありまして、その慣例にはですね、細川、柴、畠山の三子ですね、中からまあ選ばれたと、でこの三子のことを、ね、三慣例というんですけどね、細川、柴、畠山の三子のこと三官例からまあ任命されたということになります。 えー、侍所は京都の警護、刑事裁判を行ったところで、えーまあ、ここも、ね、有力なポストだったわけですね。でえー、長官は、ね、書士と言われてたんですけども、侍所の書士は四式ですね、えー、赤松一式、山名、京極から任命されました。真、まあ、ん所はあ将軍家の家政財政を握っていたと。で表情書はいや引きつけはあ、まあ、裁判ですね、所領の訴訟を、まあ、審理していたということですね。 えーまあ、この名称はです、ね、鎌倉幕府と一緒ですよね、えー、あとは奉公州というのが、まあ、室町幕府にいまして、えーまあ、あ将軍直属の兵力で,です、ねえー、直轄地である御領所を、ねまあ、管理していた奉公州という軍隊がいました、えー、あと室町幕府の機構のなんですけど地方機関ですね地方機関としては欧州短大、まあ、これはですね、えー、その欧州の軍事民生を担当していたと いうことですね。まあ、王宇の軍事民生を担当していたと。で、欧州短大から宇宙単体というのが、まあ、あの分離されしましてですね。えー、その、出羽の国、えー、まあ、今の秋田県ですよね。秋田県の出羽の国の軍事民生を担当するですね。宇、え、宙、ー、短大というのができたと。で、九州単っというのは、まあ、文字通り九州をまあ統制していたということですね。で、鎌倉府っていうのがですね、えー、まあ、これはですね、鎌倉久保おとも言うんですけども、 あの関東ですね、つまり関東8国と伊豆海の10か国を統括していたと。で、足利尊氏の子供に元氏っていうね、足利元氏っていう人がいたんですけども、その人のですね系譜が接収していくということになります。で、鎌倉府っていうのは、やっぱり鎌倉幕府があったところですから、独自性が強かったということですね。で、鎌倉府の下に関東官令っていうのがいて、関東官令っていうのは、要するに鎌倉公方をまあ補佐していたと。 で関東関連のポストは、あそのえー、上杉氏がですね、世、ま、襲、あ、していったわけですね。えー、あと守護地頭というのもね、えー、室町幕府にももちろんいましたよと。で室町幕府のね経済基盤なんですけども、えー、っとご了所というですね直轄地がまああの室町幕府にあるんですけども、あのーまあ、そんなに多くなかったわけですね、直轄地のご了所があ。ですから いろんなところからそのお金をかき集める必要があったということですね。えー、例えば、守護の分担金、自党御家に対する付加金、えー、土葬役、酒屋役、積船飾料、えー、京都御山への送料への課税とかですね、えー、日銀貿易による利益とか、あと単船無名別つですね。単船無名別つというのは、これは臨時税ですね。臨時付加したその税金なんですけども、 単線というのはその田畑に単別で臨時付加した税金ですね。で、村別線というのは家屋ですね。えー、家屋の村別に、えー、村数別にですね臨時付加した税金ということになります。えー、ですから、まあ、いろんなところからですね、えー、お金を集めていたということになります。えー、今度はですね、えー、義満の時代ということで、まあ、三代将軍、徳川義満がやっぱり一番ですね、その室町幕府の最盛期であったと。 ということですね、まあ、で重要な、ね、将軍ですから、あその義満を見ていきたいんですが、えー、1368年に義満は、ね、11歳で三代将軍に就任すると、まあ、11歳はまだ、ね、子供ですけどね、まああのー、もちろんサポートはしてもらってるんですけども、まあ、11歳で将軍に就任したと、えー、78年ですね、えー、花の御所に、えー、移ると、えー、90年に時安行きの乱と。 えー、91年に明徳の乱で、えー、山田氏清が廃止すると。で92年に南北朝が合体、えー。94年ですね、大乗大臣に就任するということですね。えー、大乗大臣というのはあのー、非常にね、こうまあ、重要なポあのその職なんですけども、えー、平野清盛以来ですね。えー その武家、まあ、その武士がですね、その大乗大臣に就任するのは、まあ、平の清盛以来であるということですね。えー、ですから、まあ、足利義満というのは、まあ、そういった意味ではですね、あのーまあ、権力のですね、トップにも上り詰めたわけですね。1九9 7年に北山殿ですね、これは金閣寺につながる、まあ、北山殿ですけども、造営を開始すると。 えー、1399年に大江の乱で、えー、大内義弘が廃止し1404年に看護貿易が開始すると1408年に足利義満は死去ということでですねまああのー、義満はですねその有力な守護とか守護大名をやっつけつつですね看護貿易も始めるとで自分自身はですねその、まあ、朝廷の,その権限をどんどんこう吸収していって大乗大臣まで上り詰めるということでまああのー 本当にね、いろんなことをやって、かつですね、えーまあ、権力をまあ自分のものにしてきたということですね。はい、えー、次にですね、えー、守護大名の抑制について見ていきたいと思います。えー、室町幕府はですね、えー、その有力な守護大名をどんどん抑制していったわけですね。えー、つまり、えーその、守護大名が強くなりますと、強大になりますと、 えー、室町幕府にとっては脅威であるわけですね。えー、ですから、その早いうちにです、ね、こう潰していったわけですね。えーまあ、この辺も繰り返しになりますけども、1390年に時安行の乱ですね。えー、で、えー、美の尾張伊勢の守護であった時安行きを潰し、えー、やっつけると。91年に明徳の乱で6分の1殿のである山の氏木をやっつけると。1395年に九州短大の今川良春を罷免し、 えー、99年に大江の乱で、守護、有力守護のね、大内義弘を討伐します。えー、1 1 1 6年に上杉禅宗の乱で、えー、関東関連の上杉禅宗の乱を討伐し、1438年に影響の乱ですね、えー、鎌倉久保の足利持ち主をお足利義則ですね、将軍の足利義則が追悼します。えー、1440年に結城合戦、えー、41年に花月の乱で、 ハリマの国の死後であった赤松光助があ将軍義則をですね、えー、暴殺するというね、まあ、事件が起こります。えー、次に、応仁の乱ですね。えー、1467年から10年間ですね、えー、京都を中心に、まあ、全国でですね、応仁の乱というのが起こると。えーまあ、これによってですね、京都市内は焼け野原になってしまい、えーまあ、戦国時代に突入する、まあ、きっかけになるわけですね。 大仁のランドのきっかけとしましては、関東管令のあ、すいません、管令家ですね、管令家の畠、えー、山市と芝市ですね、畠山氏と芝市の家督争いがきっかけであったということですね。えー、やっぱり相続問題っていうのは、ね、非常に重要ですから、誰が継ぐかというのはね、まあ、いつの時代もね、やっぱりその問題になるわけですね。 で、まあ、両軍に分かれましてですね、細川方が東軍、山名方が西軍ということで、まあ、2つに分かれて戦ったと。で、東軍は細川勝元ですね、あとは足利義政とこの足利義久ですね、足利義政と足利義久がまあ東軍であるということですね、足利義久はお母さんが日野富子なんですね、で日野富子が 子供が生まれて、ですね、えー、ぜひその自分の息子をまあ将軍にしたいということでですね、まあ、あ日野富子はまあ推薦したわけですね。畠山としては畠山正長がまあ細川方に就いたとで。山名方としては山名持というですね、えー、が、えー、いまして、あとはあ足利義政のですね弟である足利義美ですね。 えーが西軍であると。畠山義成が、えー、山形に着いたということですねで。東軍と西軍に分かれたんですけども、西軍がですね、えー、今の京都の西陣というところにあ陣を張りまして、えー、ですから、その地名の西陣というのはですね、この大仁のランドですね、えー、西軍が構えていた陣地からまあ名前が由来しているわけですね。西の陣ですから西陣と。 まああのー、今ですと、ね、西陣織とかですね、えー、が有名ですけどねで。応仁の乱の後はですね、やっぱりその幕府の権威が失墜しますから、国が乱れてですね、えーまあ、国一揆とかですね、まあ、いわゆる一揆が頻発したとで。有名なところですと、1485年に山城の国一揆で、えー、南山城地方で両派に分かれていて争っていた畠山市をですね、 軍を国外に退去させるというですね、山城の国行きというのが起こります。えー、まあこの後ですね、8年間にわたり、一期の自治的支配がまあ実現されたということになります。えー、1188年には、加賀の一向一揆というのが起こりまして、えー、本願寺の連如の布教によってですね、えー、近畿、東海、北陸に広まった浄土真宗本願寺派の勢力が、えー、まあ、背景なんですけども、加賀の門徒がですね、一向州の門徒が、 えー、黒人と協力して、えー、死後の富樫正親を倒しましたと。で、えー、まあ結局ですね、えー、織田信長に制圧されるんですけども、えー、その制圧される前に 1, 1, 1世紀ですね、まあ、約100年にわたって本願寺の領国が続いたと自治が続いたということですね。